前回までの僕と小人の物語は、少女と共に牧場に行き、絞り大乳の歌を聞いた。ありがとう、いい歌だね。ケン、なのか。振り返ると、20年前に行方不明になった父親が立っていた。父さんがどうしてここに、20年も何をしてたの。お前のことを忘れた日は一日もなかった。申し訳ない。今から説明させてくれ。今から20年前、ケンは交通事故により生死をさまよっていた。私は我が家に伝わる仏や兜の羽の力を使って、ケンを助けてほしいとおじいちゃんにお願いした。家に伝わる赤い羽は、使うものではなく、守り抜く家宝だったため、私は家の掟を破った。私は剣を助けてくれたら、私が何年かかっても、仏や兜の羽を探してみせるとお願いした。剣は赤い羽の力で助かり、私は約束通り、仏や兜の羽を探す旅に出た。仏や兜の羽を手に入れる方法は、世界各地に散らばる。13体の四つ葉観音から観音露を集め、四つ葉観音から集めた13文字の真言を唱え、仏や兜を呼び起こさなければならない。しかし13体の四つ葉観音は全て標高3000メートル以上の山の頂上にいる。この20年、10体の四つ葉観音から観音露を集めたが、残り3体、険しい山にはばまれて先に進めないんだ。四つ葉観音巡りをしながら、この牧場に住み込みで働かせてもらっているんだ。そこに懐かしい声が聞こえてきて、まさかと思ったが、ケン、お前に会えてどれだけ嬉しいか。父さんは泣きながら話した。あと少しなんだ。だけど登山を取ったからか、山に登る体力も落ちてきた。残り3つなのに。ケン、お前には寂しい思いをさせてすまなかった。父さんの涙を見て、この20年離れていた心の距離が埋まった気がした。福士さん、僕の唯一の趣味で得意なことを知ってる。山登りなんだ。大丈夫、僕が行くよ。